愛媛新聞と愛媛 FC が連携し、愛媛 FC のホームゲームで最も印象に残った選手を選出するあなたが選ぶ MIP。 4月に選ばれたのはこの3人です。まずは3連敗していたチームに勝利をもたらしたこの選手。背番号20番フォワードの川原和久です。大分トリニータ戦 MIP に選んでいただきありがとうございます。まずはチームの苦しい状況を、自分たちから打開しなきゃいけないっていうところから始まって、まあ、フルスっていうこともありましたし、かなり自分自身も気合は入ってたんで、まあ、勝利につながるゴールが取れたことは素直に嬉しかったです。まあ特別何か意識をしているわけではないんですけど、まあ、やっぱりいつもよりは気合は入りますし、まあ、こうよりサッカーの試合を楽しむことができるんで、そういう意味でやっぱりフルス相手っていうのは、選手として燃えるものがあるんで、まあ、それがこう結果に出てるっていうことはすごい嬉しいことですし、もっともっとこうフルスに対して嫌な存在になれるように、まだフルスだけじゃなくても嫌な相手になれるように頑張っていきたいなと思います。今は中盤ぐらいの順位にいますけど、もっともっと上に行くために、僕たちはピッチで頑張りますので、本当に今お客さんが少ないです。ぜひスタジアムに遊びに来てください。僕たちが必ず楽しませます。よろしくお願いします。続いては千葉戦で歴史に残る勝利をもたらしたこの選手です。背番号10番フォワード瀬沼裕司です。4月19日ジェフユナイテッド千葉戦の MIP に選んでいただきありがとうございます。まあ、木山さんのも古巣であるので、まあ、全員で木山さんを勝たせてあげたいというのと、愛媛が勝ったことないというのをサポーターの方からすごい伝えられていたので、何としてもその期待に応えたいというみんなの雰囲気がしっかり出来上がっていたと思います。なかなかゴールが取れていなかったので、その自分の中でも最初の1点が取れたっていうのも大きかったですし、ああいうどっちが勝つか分からない苦しい試合の中で点を決めてチームに貢献したいという思いがすごい強かったので、そういう試合をものにできる得点を積み重ねていけたらいいと思います。今チームは下にも落ちるかもしれないし、上にもまだまだ狙えるすごい難しい順位にいると思うので、本当に一戦一戦大事にまた戦っていって、もう最後終わった時にすごい上のいい位置に入れられるように目指してやっていきたいと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。続いては思い切りのいいドリブルでディフェンダーとは思えないほど見事なゴールを決めたこの選手です。背番号2番ディフェンダーの浦田信久です。4月29日北九州戦で MIP に選んでいただきありがとうございます。まあ正直多分誰もが2点入った時に勝ったなって思ってしまったと思うんで、まあ多分それが一番の敗因だと思うし、まあ、前半のうちに1点返されたところで、まあ、1点が痛かったのかなと思いますが、ただ、時点でもまだ勝ってたんで、もうちょっと試合をコントロールすることができれば、また違った展開になったのかなと思います。まあ、1ヶ月近く、戦線から離れてたんで、まあ、なんとかチームを勝たせるために、こう結果だったり、自分のプレーでのっていうのは思ってたんで、まあ、今のところは貢献できていると思うんですが、ここ4試合勝ててないんで、まあ、そこはまだ不甲斐なさを感じてますけど、まあ、僕らも、皆さんにの声に応えられるような試合だったり結果を、出さなきゃいけないと思うんですが、まあ、それに加えて皆さんの熱い声をもっともっといただきたいんで、僕らをスタジアムまで来て後押ししていただければと思います。よろしくお願いします。最後に木山監督にお話を伺いました。
チーム一つにまとまってゲームができてましたし、で、まあ、得点は、ね、そんなにこう多くなかったですけど、こうしっかり守備をすることと、あとチャンスを作るっていうことはできてたと思うので、 ある程度内容が結果に出たのかなと思いますけど、チームはこうしっかりパスをつないで攻める、あと守備になったら本当にこう全員でアグレッシブにボールを取りに行くっていうことを、まあ2つ目標にしてやってるんですけど、ある程度それができるチームにはなってると思うんですね。ただそのサッカーの中身だけじゃなくて、とにかく90分勝つために最後まで諦めずに、負けててもやり続けるっていう、そういう姿勢は失わないでやり続けようと思うので、そういうところはぜひ楽しみに見てもらえたらなと思います。また一つでも多く勝てるようにスタジアムで全員で走り続けたいと思いますので、ぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。あなたもホームゲームを観戦し MIP に投票しませんか？当日配布されるマッチデープログラム裏面の QR コードを読み込んで投票サイトへアクセス。結果は試合の2日後の愛媛新聞紙面で発表です。今後のホームゲームのスケジュールはこちらです。